じゃあお願いします。やりの紹介お願いします。今まあ、自分が持ってるやりです。この日本は、カワセミバイ、まあ、これおとりをくらってこのメーカーが出しているやりです。はい、これはちょっとここバネになってるんで、それをね、はい、で、やりがイカのところが到着した時にここは跳ね上がる。どんな感じなんですか？あ、跳ね上がるんですか？その時にポンって。あ、そう、バネで跳ね上がる感じですか？はい。あ、じゃあ、もう合わせも何もいらずに到達したら跳ね上がるという。跳ね上がる。はい。次は。で、これも変わってみます。これは、この、比べると針いっぱい出てるんで。はい。小型から大型まで対応できるんですね。で、この、針が入ってね、やっぱりその強度的な。そうですね。大型以下にも対応できるということですね。はい、はい、これがカワセミバイから出ているやりですね。この2種類がそうですね、はい、カワセミバイの、次こちら、はい、これはフルテアヤン、はい、フルテアヤンなんですけど、フルテアヤン、普通はまあここまっすぐになってるんですけど、これちょっとスタッフ曲げた方がかかりでっていうことで曲げてくれて、はい、自分でちょっとチューンアップしてるんですね、はい。はい、ありがとうございます。はい、これね、もうこの間一回やって、音が取れました。はい。はい。で、これ、カトゥイチの岡さんにあい。岡さんにあい。S ですね。S。S なんで、大体、秋によく使ってるやりです。結構 S でも大型いきます。もうアジのサイズとか、あと、その、イカがアジ抱いて食べていくんですけど、ちょっと時間かけて、半分以上こうやってぐらいの時に入れたったらちょうど大型メーカーでもかかります。はい、はい、これもこういうここがこういう形状になってるんで、はい、合わせもうあんまりいらない感じです。もうただアオリが寄せにかかると水圧で跳ね上がるって感じですね。合わせる感じなんです。でこれがガマカツの一頭やい、一頭やい、これちょっとまだ使ったことないですけど、白色で、ね、白色で結構なんかふにゃふにゃしたるような感じなんで、ちょっとなんかラインに絡みやすいかなって個人的には思いますけども、ちょっと柔らかいのがどうかですね。まあ大きいイカがかかってもそのイヤインが柔らかいんでバレにくいっていう感じですね。でこれがオーナーのかけ取りヤイン、サイドは L です。 L 個人的には一番これが好き。特徴的には他の針、このガマカツさんの針に見てもらって、こう返しついてないって、ちょっと返しついてるんで、あ、一回かけたらやっぱりバレにくい、バレにくいですね。これはワンタッチ式、そうね、ここへ当ててくるって巻いて一回だけでいいですね。はい、重りも動くんですね。重りとね、ちょっとこういうふうに動くんで、はい、まあ、調整できます。それどういった風に調整したらいいですか？で視点、まあ、ここのとこ持っとって、はい、水平になるぐらいが僕はいいと思うんですけど、水平、あ、その前のやつを持って水平になるぐらい、そうすると到達した時に勝手にかかるんですか？これもあまり合わせいらん、いらない、基本僕は合わせしない。ああ、もう到達してそのまま寄せにかかるだけ。寄せにかかって、視点はなるべく前の方に、ね、中央に持ってくるようにですね。はい、この2本が、はい、まあ、お客様から、まあ、1回使ってみてって、いただいた、お客様自作のやり、はい、はい、こっちが分かって、これさっきのあれです、ね、フルターヤエンの改造にちょっと似てる感じですね。ね、一時流行ったみたいな、こういう形が。これでもこの辺でバラしたことない。おお。これももう到達したらもうイカに勝手に当たるような感じですね。こっちは。こっちはあのジョネダナの両側のお父さんですね。どうかからいただいたんです。こういうのも結構イカはめちゃくちゃ釣ってこられるんで。実績のある野猿ですね。
はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。